んにちは、皆さん。今日はロシアの最先端攻撃ヘリコプター KA-52 について深く掘り下げていきます。この驚異的な機体は、その強力な存在感、高度な技術、そして独特なデザインで知られています。その名もアリゲーターです。アリゲーターはその名の通り、水陸両用の獰猛な生物のように、あらゆる環境での作戦行動が可能です。その独特な形状と機能性は、まさに戦場での生存と勝利を追求した結果生まれたものです。この動画ではアリゲーターの設計と機能、武装と防御システム、性能と能力、実戦での使用、そして他のヘリコプターとの比較について詳しく見ていきます。アリゲーターの真の魅力を理解するためには、これらの要素を一つ一つ詳しく見ていくことが必要です。それでは早速アリゲーターの世界へ飛び込んでいきましょう。破壊王兵器チャンネル。設計と機能、次にアリゲーターの設計と機能について詳しく見ていきましょう。このヘリコプターは、そのユニークなコックピット、ローターシステム、エンジン、そしてその他の装備によって他のヘリコプターと一線を画しています。まずアリゲーターのコックピットは並列座席配置を採用しています。これはパイロットと武器システムオフィサーが並んで座ることができ、互いのコミュニケーションを容易にし、作戦効率を向上させます。またコックピットは防弾ガラスと装甲で保護されており、パイロットとシステムオフィサーの安全性を確保しています。次にアリゲーターはコアキシャルローターシステムを採用しています。これは2つのローターが同じ軸線上に配置されているシステムで、これにより機体の安定性が向上し、機動性が高まります。これは特に低速飛行やホバリング時に有利です。エンジンについては、アリゲーターは2つの強力な VK2500 ターボシャフトエンジンを搭載しています。これによりアリゲーターは最高速度約 300km/h、航続距離約 460km を達成しています。さらにアリゲーターは E801M オホートニクターゲティングシステムやプレジデント、S 対ミサイルシステムなど最先端の装備を搭載しています。これらの装備はアリゲーターがあらゆる戦場で優れた性能を発揮するためのものです。武装と防御システム、アリゲーターの武装と防御システムについて見ていきましょう。このヘリコプターは、その強力な武装と高度な防御システムにより、戦場での生存性と攻撃力を高めています。まず、武装についてですが、アリゲーターは 30mm の 2A42 機関砲を搭載しています。これは、地上の敵対目標に対する攻撃に非常に効果的です。また、ビカール対戦車ミサイルとイグラ、V 対空ミサイルを搭載しており、これによりアリゲーターは地上の目標だけでなく、空中の目標に対しても攻撃を行うことができます。防御システムについては、アリゲーターはプレジデント、S 対ミサイルシステムを搭載しています。これは、敵のミサイルを追尾し、それを無効化するためのシステムです。これらの武装と防御システムにより、アリゲーターは戦場での優位性を保つことができます。これらのシステムは、アリゲーターがあらゆる状況に対応できるように設計されています。実戦での使用。アリゲーターは、その高性能と多機能性により、実戦での使用において多くの利点を持っています。その独特なコアキシャルローターシステムは、高度な機動性と優れたエアロバティック能力を可能します。これにより、アリゲーターはループ、ロール、そしてパネル、目標に対する視線を維持しながら、高度と速度を変えて目標の周りを飛ぶといった動きを行うことができます。アリゲーターは、エンジン出力の最大 30% を使用するトルクを打ち消すビブローターが必要ありません。さらに、パイロットの生存率を向上させるために、アリゲーターは NPP ズベズダ、トランスル、スター、K37800 脱出座席を備えています。これは、ヘリコプターにとっては珍しい機能です。ロケットが脱出座席を展開する前に、ローターブレードはローターディスクの爆発装置によって吹き飛ばされ、キャノピーがジェット投棄されます。実戦での使用については、第二次チェチェン戦争でのロシア軍の作戦に KA-50、ブラックシャークが参加した事例があります。2000年12月、2機の生産型ブラックシャークが現地に到着しました。ブラックシャークと共に、KA-29、NATO コードネームヘリックスが偵察と目標指定を提供するために同行しました。2001年1月6日、ブラックシャークは初めて実際の敵に対して実弾を使用しました。また、シリア内戦におけるロシアの軍事介入を支援するために、アリゲーターが2015年に配備されたと報じられています。
これらの事例はアリゲーターが実践でどのように使用され、その効果がどのように発揮されるかを示しています。その高度な機能と能力により、アリゲーターは多様な戦闘状況での使用に適しています。 KA-52 と KA-50 の比較。アリゲーター KA-52 は同じカモフ社が開発したブラックシャーク KA-50 の2座席バージョンとして設計されました。ブラックシャークは昼夜を問わず高い生存性と火力を持つ高性能な戦闘ヘリコプターで、重装甲の戦車や防空兵器を装備した目標を撃破する能力を持っています。ブラックシャークはそのコアキシャルローターデザインにより、 4000m のホバリング天井と 2500m の高度で秒速 10m の垂直上昇速度を実現しています。またブラックシャークは世界初の救助射出システムを備えた運用ヘリコプターで、パイロットが全高度と速度で脱出することが可能です。ブラックシャークは最大2トンの武器を任務に応じて選択でき、対戦車ミサイル、無誘導空対地ロケット、空対空ミサイル、銃、爆弾など様々な武器を搭載できます。またブラックシャークは 2A42 迅速射撃30ミリ砲を装備しており、空中または地上の目標に対して使用できます。これらの特性を比較すると、アリゲーターはブラックシャークの強力な攻撃能力と高度な防御システムを継承しつつ、2座席という特性によりパイロットと武器システムオフィサーの連携を強化し、作戦効率を向上させています。またアリゲーターはブラックシャークと同様にコアキシャルローターシステムを採用しており、高度な機動性を保持しています。さらにアリゲーターはブラックシャークと比較して E801M オホートニックターゲティングシステムやプレジデント S 対ミサイルシステムなど、より高度な装備を搭載しています。これによりアリゲーターはブラックシャークと同等以上の戦闘能力を持ちつつ、より高度な戦闘環境に対応することが可能です。これらの比較から、アリゲーター KA-52 とブラックシャーク KA-50 の比較を行うと、それぞれのヘリコプターが持つ独自の特性と優れた点が明確になります。ブラックシャークは一人のパイロットが全ての操作を行う一座席のヘリコプターです。これに対してアリゲーターはパイロットと武器システムオフィサーの2座席レイアウトを採用しています。これによりパイロットは飛行に集中し、武器システムオフィサーは目標の捜索と攻撃に集中することができます。またアリゲーターはブラックシャークと同様に最大2トンの武器を任務に応じて選択でき、対戦車ミサイル、無誘導空対地ロケット、空対空ミサイル、銃、爆弾など様々な武器を搭載できます。しかしアリゲーターはブラックシャークと比較して E801M オホートニックターゲティングシステムやプレジデント S 対ミサイルシステムなど、より高度な装備を搭載しています。これらの装備はアリゲーターがブラックシャークと同等以上の戦闘能力を持ちつつ、より高度な戦闘環境に対応することを可能にしています。またアリゲーターはブラックシャークと同様にコアキシャルローターシステムを採用しており、高度な機動性を保持しています。アリゲーター KA-52 はその独自の設計、強力な武装、高度な防御システム、そして実戦での実績により、世界でも最も優れた攻撃ヘリコプターの一つと言えます。その2座席レイアウトはパイロットと武器システムオフィサーの連携を強化し、作戦効率を向上させています。またコアキシャルローターシステムは高度な機動性と安定性を提供します。ブラックシャーク KA-50 との比較では、アリゲーターはより高度な装備を搭載し、より広範な戦闘環境に対応する能力を持っています。これらの特性はアリゲーターが同類のヘリコプターと比較して、その優れた点や独自の特性を強調することができます。これらの要素を総合すると、アリゲーターはその名の通り水陸両用の獰猛な捕食者と言えるでしょう。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。またいいねとベルマークのタップもお願いします。また会いましょう。じゃあね。